ツーブロからのお願い。 VR 動画を見るときは部屋を明るくして画面に近づきすぎないようにしてみてね。どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。毎週金曜夜19時半開場、20時ゲームスタートをトライ。ホラー VR アチアインガルーということでね、続きをプレイしていきたいと思います。続きをプレイする際はここに行って、多分ここまで行ってんだよね。これを選択してドアを引く。ねえ、確かさ、現像室みたいなとこにいたんだよな。あ、いや、ちょっと待って、ここから違うよね。こっちじゃないよ。あー、セーブデータないの。ちょっと、まあ、肩慣れしに。え、ちょっと待って、ちょっと一回戻ろうか。ダメだな、これ。これはもう、さっきの場所、もう一回やるしかないか。やってやるよ、もう。一回知ってるのか、ビビるわけないよね。あ、ビビる理由がないよね。まずは、じゃあ。ブラック、ライト、ブルーじゃないよ。これがさ、視点を外すたんびに違うとこ見てるとか、そんなことないよね。そんなことないな。で、何するんだったかな。あ、うっさいっす。ドゥンニャーン。あー、後ろ向いてる。こっち見て。あー、ちょっ、おっ、イエス。ちゃんとさ、今こう、そう、手に当たった瞬間、ヘルプミーって言ってんのか。やめてー、やだ、こわいよ。あのねー、あいつが喋ってんのか、超怖いね。もう、うん、やっすー、電池をよこしな。おい、自分でやってびっくりした。あー、この後が怖い、この後が怖い。なんか一度遊んだことが入ったことあるお化け屋敷にもう一回入ってる感じ、これ。あー、出た。ここ怖いんだよな。行くぞ。どこだどこだ。あー、あー、マジ怖い。あー、あー、オープン。これはなんだ。ああ、安心かと思った。こうか。あ、こうだ。うん、現像室だね。もう今夜の8時ぐらいだな。フォトストップ。赤と緑と何色だろうな。いや、持ってない。写真を現像しようって。あ、なんだあれ。子供たちの写真があるな。いや、でも一番右は子供じゃなさそうだ。これは、あ、まだ現像されてない写真。ん、消えかかってるけど、これはなんだ。パスポートじゃないかな。あ、取れてる。薬があるね。こっちは真っ黒だな。あ、で、これは切ったのか、これで。え？何をしようとしてるんだ、ここで。あっちに何て書いてある？名前と、なんだ？番号と、ニュー ID。何をしようとしてるんだ、偽造？あ、またライトがついた。パスポートがたくさんあるな。一体どういうことだ。順番は10秒間赤入れて、緑に5秒間、
で、青に5秒間か。これはどうやって使うんだ。おお、こう顔わかるのかな。いくぞ。1234、はい、1234567890、はい、いくぞ。はい、次は5秒。1、はい、2345。おい、本当にこれなのかな。はい、1234、最初に当てなきゃダメ？実際に俺現像とかやったことないな。最初に当てるっぽいよね。そんな気しないかい？それかこれじゃないとかね。ああ、これは女の子の写真だな。え？何かをこぼした、あ、もうこれはこの液体をこぼした後か。多分この写真たちを現像するんじゃねえかな。何も写ってないからね。あー、この子も、何なんだこの写真たちは。とりあえず何も映ってないやつが怪しいから、これはどけて、いくぞ。ああ、オッケーだ、成功してる。はい、でいくぞ。はい、10秒。1 2 9 10、はい、5秒。1 2 3 4 5、はい、1 2 3 4 5。え、合ってる？あー、ちょっと動く、危ない。それともそれで照らす？やばいぞこれ、現像の姿勢も理解していないと。最初に光を当てて、まあちょびっとここで少し当てておこうか。で、当てたら10秒。はい、10秒。はい、5秒。1 2 3 4 5。1、おお、出てきた。誰だこれは。あれじゃないか、湖で死んでいた少年。今ね、こうやって暗転してる間に私は自分の立ち位置をそっと直すって。よし、なんだ。お、お、明るいな、外が。戻ってきた。だいぶ、お、写真が追加されている。New identities, new lives. What is my identity? What was my life? おっと、自分に解き始めたというか、通ったというか、新しいのは何を置くんだろうな。ほい。鳥は remember is part of the...殺人者のことを知っている鳥がいると思い出させてくれるというか。あー、何が、ついに殺人者が誰なのか。でも現状話の流れ的には俺自身なんだけどな。おう、おう、チャプター5、セプテンバー2013、教会なのか。おう。
おお。なんだ。どうなってんだ。バケツが取れる。これはセーフロック。あれだね。南京錠っていうか、普通に鍵が。どうなってんの？あっち行く？現状あっちしか行けないな。ライトがあるけど。おお！着いた。おお、怖っ。あれか。囚人用の待合室みたいになってません？これ、完全に。今私が通されたというわけか。で、最後にね、懺悔するとか。ほい。中入れた。お？ああ、もう完全に、最後に、あ、ここにもホーリーバイブ。LR3-11L17 どういうことだ。おお、もっと知りたくはないか。おお、なんか Yours is the forbidden fruit。 いろいろ知りたいんだったら持ってこいと、何かを見せろと。お邪魔しました。超びっくりした。手にでも目の入れ墨があったね。とても神父様とは思えないんだが。あ、なんだ。 Bring me the image of your sins. Show me who you are. お前が何なのか。 I may have repentance for you. Yours is the forbidden fruit. はあ、やめて、もう急に後ろから来るのだけやめて。 VR やってて思うのはね、こう、なんつうんだろう、じゃあ例えばこっちを見ていて、こっち見てて、こう後ろからね、一気にこう、うわーみたいな、こんなのがこう出てきたら、俺はその場で実況が止まる。さあ、鍵がついてるぞ。セーフロックですな。これが、まあなんか今のところある情報をね、やると、L3R11 だったかな。左に3回とか。でもどうやって回すんだ。え、どうやんの。これに説明書。あ、膝がかか、あー、書いてあるね。左と右で動くよと。わかった。ね、わかった。今1、左、あ、もう分かんなくなっちゃった。絶対一回リセットしないとダメでしょ。左3、はい、あ、いた、勝ちで、右11で、17。あ、違う、なんか違う、ガチャって言ってるのはロックかかってるのか。分かった。はい、あ、行き過ぎた、微調整が難しい。はい、あ、はい、よっしゃ、はい、オッケー、はい、オープン。あ、来る、来ない、なんで来る、あ、なんで来ない、なんで、ちょっと点滅してるな。ライト。オッケー。あ、なんで客についてたの？ライトオフになってたんでしょ？これはなんだ？開かないな、さすがに。え？ちょっとその服はやばいんじゃないの？いろいろあるね。薬と、これあったね。He sacrificed himself for you。 お前のために犠牲になったって書かれているが、
One day to keep the vision. Visions away. おー、どうした？お前が。もうこれ取ったらなったけど。ホーリーバイブルか。こっちはなんだ？これなんだ？お、水筒じゃないか。ドライバーがある。あとテープ。コップが入ってて、こっちは本が入ってるだけか。相変わらず薬があるね。あ、もう入ってない。あ、今回飲めないな。この緑色の薬。うわあ、なんだ。自分の置き場所が悪かったからこう動き始めたな。じゃあとりあえずこの本を持っていくか。なんて書いてあるんだ。パラダイス？ロスト。ポエム、ジョン・ミルトン。開いた。ああ、なんか書かれてることを、アップルとか書かれてるから、こいつのこと？つまり、持っていく、そのお前が何者なのかと言われてるのは、この薬を持っていけばいいの？こっちは新しいの入ってないのか？開かないな。こっち？まさかな、こんなんでお前。いけるのかい？あ、持ってるな。よし。ああ、おさん、持ってきたぜ。俺が何者なのか。もう噛んでないからね。ここに置けばいいの？こう渡す。置くよ。An apple from the tree of... おお、吸い込まれてった。You wanna know more? もっと知りたいか。Why are you here? なぜお前がここにいるのか。Which memory are you chasing?お前はどの記憶を選ぶのか。Tell me, 教えてくれ。Who did you follow into the swamp? A child? Or a man? 子供か、それとも男性なのかみたいな。もうなんかその湖に殺したって意味なのかな。子供なのか。この鍵どこで使うのかな。あ、暗いよ。なんか、新しいもの。ヘビ！ヘビが前を通ります。皆さんどいてください。あ、そっち行っちゃう。そこに何かある的なの。あ、着いた。これ、あーん、どこに何仕掛けが。いや、ない。どう、どうなっているんだ。鍵外したぐらいだもんな。向こう側に何かあるのかな。よし、ちょっとね、時間もちょうどいいので一旦休憩入ります。今のところね、いい感じで。ああ、手が地面の中に。はい。ああ、まあ、で、VR 動画見るときね、皆さん、気持ち悪くなって見続けないように、適度に休憩して、見ていただけたら、私自身もちょっと適度に休憩して遊びたいと思います。で、今が、20時半ぐらいなので、ちょっと静かにしてくれるかな。20時45分から、生放送の方はね、動画のことは次回お楽しみに。ほんじゃ。またな。